ぱり体験レッスンでその、まあ、行くのってすごい確かに勇気あることだと思うんですよ。体験しないと自分が向いてるか向いてないのかも分かんないし、できた時のその達成感っていうか嬉しさっていうか、それはやっぱやってみないと分かんないことだから、やっぱり教えてもらう方のが事細かく自分にとってもプラスになると思うから、ぜひ前向きに行ってみてほしいなって思います。どういう方かもやっぱ分からなかったので不安もあったんですけど、実際受けてみたらものすごく丁寧で細かいところまで一つ一つ教えてくださったので、そこがすごく良かったです。ギターを持つこと自体があんまりなかったので、まずうまくできるかなっていう率直な心配もあったんですけど、でもやっぱりなんか本当にご丁寧に教えてくださったので、ポイントとかもちろんそうです、持ち方とかも、名称からも本当全部一から教えてくれたから、本当にギター触ったことない人にとってはめちゃめちゃありがたかったです。本当に。じゃあギターちょっとね持ってもらいましょうかね。はい。はい、じゃあこちらのギターを。はい。まず持ち方からね。あ、はい、いい感じ。あ、これでいいですか。それで大丈夫。ありがとうございます。そのね、へこんでる面があると思うので、これを右足の上に乗せてもらって、はい、で、こう。で、こんな感じに右足なんで、体にくっつけてもらって。お、バッチリです、はい。で、最初にちょっとギターを弾くときに、まあ、キックというのがね、ありまして、こういうものなんですけど、ちょっと待ってもらっていいですか。こう。それで右手で弾きます。右手で弾く。そう、ジャーンってね。あ、そう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 。親指の横、左からこの尖ってる面が出るような感じ。そうそうそう。そう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 。うん。じゃあそれで上から弾いてみましょう。ここじゃーんと。そう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 。うん。はい。音が出ました。おー、すごい。はい、OK でーす。うん。これでね、右手は割と完成です。おー。簡単ね。簡単だ。ねえ。じゃあこっから。左手をね、使っていくことが変わんないんで左手を使った感じで曲をね、やっていこうと思うんですけど、はい、何をやりましょうかね。何をやろう。いっぱいありますよ、だって曲を決めていきましょうっていう感じで最初はやるんですけど、はい、何とかな、もう何か選曲とかもうある感じじゃないですか、なんかこの10曲のうちどれやるみたいな、それともなんかもう全くない。ちょっとこう YouTube とかで一緒に、はい、まあ聴ける曲とか探しながらやっていく感じで大丈夫です。はい。うん。で、特に楽譜とかもなくても大丈夫です。あ、そうなんですか？うん。弾きながらある程度できるので。さすが耳コピ。そうね。そう、耳コピでレッスンしていくことが多いです。はい。うん。よし、じゃあやってみましょう。はい。はい、じゃあ左手の押さえ方をちょっとまずやってみたいと思うんですけど、はい、このカポっていうのをつけたら、ここからこっちはもう使いません。はい、ここ押さえても何の影響もないんで、ね、ここで押さえちゃってるから。なんでここから1、2、3マス目でここからスタート。ここ、そう。一番上の弦の上から6本弦あるんですけど、一番上の弦の3マス目を薬指で押さえてみていいですか。はい、うん、鳴らしてみましょう。こんな感じで音がしてる。そう。お、いい感じ、いい感じ。そう。うん。お、いい感じ。うん。そう、綺麗に音鳴ってる、うん。指大丈夫ですか？痛くないですか？めちゃめちゃ痛いですか？指先が痛いのかな？多分。え、今、押さえ方がちょっと、この関節がこう倒れちゃってる感じ？なるとそう、そうするとね、ちょっとこの辺が痛いかもしれないんで、こう立てたまま、このまま曲げたまま、一番上だけ鳴らさず、上から2本目の弦から下に。そう、右手をやってみましょうか。はい。うん。まあ、けどさっきのイントロの感じだと、まあ、じゃらーんって感じでいいんだけど、ちょっと、
外でやってること単純で、右手はこう上下を。上下、4回目を上から引いて、そう、でこれをね連続すると、ここまでで分かんなかったことないですか？大丈夫ですか？はい、大丈夫です。よし、OK です。じゃあ問題4からですね。右手をこれ続けたまま、はい、左手を変えていきたいんですよ。はい。で、ちょっと最初もちろん四つやるの大変なので、最初のこの G と A って感じ、この2つを、まあ、繰り返し、ワン、ツー、スリー、フォーでチェンジしようかな。ちょっと練習なんですよね。で、最初にまた G 戻って、ワン、ツー、フォーいいよ。そうそうそう。お、うん、合ってる合ってる、そう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 、いい感じいい感じ、うん、いいねいいね、よきよきよき、ちょっとずつね実は簡単にしてるで、例えば最初のコードとか今2本指でやってるんですけど、はい、実際はもう1個指があった方が完成形みたいな感じになります、そう、この中指と薬指とここちょっと辛いんだけど一番下の弦を小指で押さえるっていうね、そう下から2番目の弦伸びますね、そう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 、おおすごいできてる、うん、でこの次はそのまま小指押さえたままで人差し指出せば、そうそうそう、で、3つ目人差し指、おお、いいね、うん、できてるできてる、すごいね、指がより負担が増えちゃうんだけど、そう、これはまあできてからで全然大丈夫なんだけど、うん、そうそう、順番としてはまずその2本指でちょっと慣れてもらって、慣れてきたら割ともう一歩立つのがいけるようになるので、うん、この順番が大事かな、はい、まずは2本から、まずはそう2本指で、まあ、移動に慣れてもらうっていう感じの方がいいかな、うん、でこの中指と薬指ってすごい、これ意地悪してるわけじゃなくて、あそのなんかあるんですよね、ちゃんと意味が、そうちゃんと意味があるんですよ、はい、うん、どういった意味があるんですか、そう、ちなみに、まあ、こういう形で、例えば次に他のコードの C っていうコードがあって、このまま下げれば使えるとか、割と、行き来をするのに便利だったりするので、っていうのが一つの理由と、あともう一つは、この G っていうコードなんだけど、例えば、こういう G7 っていうコードとか、G メジャー7っていうコードとか、いろいろなんかこうバリエーションのコードがあって、その時にこの辺を人差し指で使うことが結構、そう、こういう感じとか、こういう風に押さえる押さえ方もあるんだけど、そうするとこの辺もできないじゃないですか。そうそうそう。指足りなくなっちゃうので、もし慣れてもらった方が、まあ、うまくなってると便利だし、あとはまあ初心者のうちでも、こういう上下に動けばいいだけ。これを例えばこう押さえちゃってると、なんかこういうふうに、すごい大きな動きになっちゃう。ね、見た感じちょっと大変そうなの。だったらもう最初からこっちの方がいいかなってことで、みんなにこっちでやってもらってます。そうそうそう。逆にこう最初からそういうもんかなって思ってやってれば、割とそんなに結構苦労せずこれできちゃう。で、そうそう。で、中指が同じく下がる。この2つは上下に移動してた。
たします。ちょっとおやすみ。